皆さんこんにちは、エルザです。今回はミラー枠変更によるトラストへの影響と対策について解説をしていきたいと思います。新シーズン始まって X マッチの変更が反映されてましたね。ミラー枠の変更もあっていろいろ考え直す部分が増えてきました。そこで今回は X マッチの変更の内容の確認と今後のプレイする上で対策などを説明していきたいと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、それではやっていきたいなと思います。まあ、なかなかの牽制やね。スクイクいるとき難しいよね、弓はね。大体オバフローくらぶらいるのか、ちょっとしんどい牽制だね、これはね。なるべくデスは抑えて、抑え込みたいところ。右は1枚いる。右いるね。右こもってますね。味方が溶けてきない。いかんね。ちょっとキル早めに取りたいけど。まあまあまあ、まだね。まだ焦る時間じゃないからね。お、ラッキー。やっぱ爆発屋で倒せるとき本当いいよね。楽だよね。メガホン刺さった。で、ちょっと前に出て、トピーとか、そのあたりちょっと抑え込みたいけど、なるべくね、右側の高台取って、抑えに行きたいのはあるんだよね。そこ顔出さんかな。出したけど、直取れないのかな。いいよ、こうして。これ左行くのもありかもね。まあ、とりあえず。来るから逃げて。ちょっとね、味方と協力してやりたいけど。見るところが多いね。やっぱ足場がさ、濡れてないとさ、なかなか難しいよね。アサリもなかなか集まってないし。まあ、キル取ってからだな。うん、キル取ってから。ちょっとそこ顔出さんかな。いたいたいた。やっぱいるわ。やっぱいるわ。はいはい。そこに無理やりちょっと矢突っ込んで。やっぱ来てたか。右が気づいてくれるかな。あ、気づいたからね。カバーしてくれてるね。でもキルはできてないって感じか。難しいね。とりあえず落として。まあ、これはもう取られたな。多分、アサリ、シュートは決まるから、そこは無視して。あ、降りと。アサリが集まってないからか。お互い、アサリ集めないね。意外と長期戦になるかもしれない。でもあれだね、中央の塗りがね、取れないのがやっぱ辛いね。あ、ナイスナイス、いい感じに出れたね。稼ぎたい気持ちはある。これは無理だ。行こうと思ったけどそれ以上は無理。スペシャル貯めてきてほしいけどな。さて、ここからだね。防衛が始まるけど、ガチアサリあるからね。次は帝王イカ飛んできたら、無理だろうな。ちょっとね、おばくらがね、もうスペシャル溜まってるから、ずっと狙ってるよね、あれね。嫌だな、帝王。もうちょっと弾けるようになるとね、いいんだけどね。なかなか弾けないからな。さあ、じわじわ、相手がスペシャル溜まってきてる。やだね。結構ね、防衛ラインがね、下がってきてるからね。怖いんよね。ナイス。これ取れればでかい。
無理だな。いいバリアだったけどアサリが足りてなかったね、やっぱね。これ当たらない。あー取れないか。とりあえずなんか帝王っぽい音がしたけど、よし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 、無駄遣いになった無駄遣いになった。あれで帝王来たら無理だからねあれは無理だな。とりあえず押さえて右鷹もなんか来たね。ナイス、いい処理いい処理。とりあえずここ塗って、いるね。お今何におると、まあ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 、とりあえずブザー20来て終わりかな。おっとおった。いやーなか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 しんどい試合やね動かないとね、てか中央取れないとね、やっぱ難しいよねこのルールはね。はい、ということで、前半戦の試合はこの語りにして解説の方入っていきたいなと思います。それでは本題に入っていきます。今回のテーマはミラー枠変更によるトラステへの影響と対策ということで、ミラー待ちについて話をしていきたいと思います。まず確認する部分としては X マッチの仕様変更についてです。マッチングのミラー枠内の変更やパワーによる振り分け、ポイント保証の変更など大きな改革が起きましたね。その中でも特に気になったのが2000未満と以上のマッチングなしという点です。これに関しては今まではマッチングでパワー差のある試合をさせられていたことが判明しましたね。これは弓の枠だけに限らず全ての武器枠で起きていたことなので、一方的な試合などはこれが原因だったと言えます。それが今回からなくなることによりより近い相手とマッチングが可能になったのではないかと思っていますね。ただこれに関してはより近い相手と当たるため自分の責任も大きくなるのかなと思っています。より実力主義になったという感じですね。もちろんガチマなのでいいことだと思いますが、油断はできない状況かなと正直思います。それでは気になるミラー枠の変更についてですが、4種類の武器が増えたと報告を受けてます。実際このあたりはマッチングしますね。武器の種類だけを見たとき武器の射程としてはかなり有利な部類かなと思ってます。ですが塗りや攻撃に対しての圧力という部分では鬱陶しい部類が増えてますね。吸引機にウルショといったスペシャルによる面倒な対面が増えたように感じます。特にウルショに関してはチャー枠がない場合ウルショ4枚編成なんてことも起きるようになりました。これは正直攻撃としては潰される可能性が増えるのでしんどいんですよね。ただしメインの射程差は勝っているので武器の精度を求められる環境になってきたなと感じます。結構切り欲が弓に求められる時期なのかなって感じですね。それでは対策について話していきたいと思います。今回のミラー枠の変更などを考えた時にメインキルの精度アップが重要となります。というのもある程度の射程と切り欲の高いサブスペを持った武器が増え、さらに塗りでも弓より上っていうのがあるからですね。追加された武器を見た時にどういった対策をするべきかと考えた時、ある程度キルを取って自由を奪う必要が出てきます。特にスペシャルを使われたり足場を取られると機動力と抑えのポイントを取られるため一方的になってしまうんですよね。弓以外の武器に勝てている部分というのは射程ぐらいです。それ以外は塗りとスペのキル力を劣るためメインが大事となるというわけですね。劣っている部分を並べてみましたがちょっと悲しくなるっていうのが正直なところあります。ただ射程という部類はとてもいいアドバンテージなのでこれを積極的に使っていくのが対策かなと思いますね。細かいところはまた今後の動画で紹介していきたいと思います。ということで、解説の方は、ね、今回ここで終わりたいなと思います。では続きの試合を見ていきましょう。まあ結構ね攻撃に移れる状態なんですけど味方がお亡くなりにまあこういう時はね前で粘ってヘイト買うのが一番だよね。メガホンも刺さったしね。おら当たんないね。まあでもやっぱあそこでメガホン使うとね相手も前出れないから強いよね。あウルショ来た。
フルショーね、やっぱ射程がね、弓より長いっていうのがしんどい。ギターよりもちょっと長いよね。射程感覚が一気に変わるからね、難しいんだよね。当たらない。しかも、もっと大変なのは、その、ボトルとかさ、結構前に出てくる武器が使うから、そのあたりも難しいよね。あ、ごめん、そこ行けなかったわ。あ、シュートはできたね。いや、ああ、行ってるか行ってるか。ワイプアウトと重なったから何の音も聞こえなかった。とりあえず80。まあ、ちょっと変なリードもらっちゃったなって感じだね。とりあえず1枚ずつ丁寧に、丁寧にだな。ここで落ちるとも確実にシュート決まるからね。ハイドラをどうにかしたい。ローラーがバレてますねこういうさ、バリアブルで攻めてくる人はうまいよね。結構大変。ローラーの仕事してくれるからさ、かつ後ろで塗りもできるってわけでしょ。こう大変だよね。やばいやばいやばい、うるしょ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 。いや、とりあえずポイズン置いて、味方が前に出てるか左を押さえて、あー、やられちゃった味方。これやばいねこれやばいね。あ、マジか。あ、ワイプめっちゃラッキーだった、ワイプ取れた。まあこれだって終わったら延長終わりだよね。うん、終わり終わり。あ、よかったよかった。はい、っていう感じで今回はミラーについてのお話と試合についてでした。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。